はい、三ツ松議員。私は報告第4号、監査の結果報告について、情報誌発行における著作物の業務使用の適正化についてお尋ねします。この内容は何ですか。企画政策部長。はい、お答えいたします。今回 の、著作物の業務使用の関係についての内容とその経過についてご説明したいと思います。まず2点から少し詳しくお話を申し上げたいと思います。まず1点目としましては、著作物の業務使用と使用請求に至る経過ということになりますが、本市の方では企画政策部の方で共同男女参画室通信という情報誌を年4回発行しております。その一つとして平成25年の10月に発行しました情報誌なんですが、ここでタイトルに秋の風景としてもみじのイラストを背景画としてインターネットより検索して画像をダウンロードしてコピーしたというようなことで、ここが著作権等の出典を確認しないで使ったというのが事案の発端にあります。それからその画像を使用した情報誌どのくらい使ったのかというふうに申し上げますと、交付したと。それから、地区公民館9館に、かける10枚送って90枚を使ったと。そして、一つの発端になりますけれども、ホームページに、この通信情報誌の内容を掲載したということでございます。このホームページ掲載後約1年後にです、昨年の9月にイラストを管理する会社の方からイラスト使用に関する確認文書が寄せられまして、市として使っていましたというような文書を回答した後に1ヶ月後に使用料の請求があったというのが経過でございます。それから2点目なんですけども、じゃあ支払いまでの経過ということを申し上げますと、まあ使用料請求に関して市の顧問弁護士とも相談を重ねまして、一つには注意喚起ということで、イラストに無料という表示がなければやはりその使用料を確認すべきであったという注意喚起の指摘をなされたんですが、もう一つその調査として使用料金がちゃんと明示されているのかということで、これはしっかり明示されているというようなことを確認しました。それからなおかつ、今回請求の使用料が法外な価格ではないのかということも確認して、法外ではないというようなことで弁護士さんとも相談の上、請求会社の間に使用料等の相当額に関する支払いに関する契約書を締結しまして、使用料の支払いの手続きを行ってきたという経過にあります。以上でございます。安倍光政議員。枚数が団体に90枚、それから10枚ずつ 9カ所に配ったと。で、情報誌の方は何冊なのかちょっと分からないんですけれども、それからこの支払われた金額は法外とか法外でないとかというのはいくらなのかね、これ出してください。それから弁護士費用もかかっているんだとすれば、弁護士費用も出してください。なぜね、この著作物を使ったのか、イラストを使ったのかというのがちょっと分からないんですけれども、他にイラストなんていくらでもあるし、市販のイラストなんていうのもいっぱいあるよね。だからそういう中でこれを使ったっていう意味がちょっと分からないんですけれども、それを答えてもらうのと、それからそれ以外のね、イラストは使われていないのかどうなのか、これも確認事項だと思います。それから今の部長の答弁だと有料であるということが明記されていましたということなんで、これはヒューマンエラーですよね、完全にね、ヒューマンエラーなんですけども、このトラブルの対応は今後どのように考えているのか、その辺を教えてください。
企画政策部長。はい、まず1点目でございます。情報誌の配布について改めて申し上げますが、これは男女共同参画の今市がどういう取り組みをしているかとか、各種団体に対して市民活動団体のご案内を申し上げるという A4 番、片面1枚程度の内容でございますが、これを市内の活動団体、企画の方で登録している団体、各団体90団体ございますが、そこに1枚ずつ郵送で送ったという内容でございます。それからあと公民館に9カ所に10枚ずつほど配布して閲覧をしていただくという内容です。それから、それからもう一つ少し忘れてたら申し訳ないんですけども、あとイラストをなぜ使ったのかということになりますと、これはやはり職員の方もですね、見場のいいものを作りたいということで、そのタイトルの背景にちょうど10月ということでもありましたので、秋の風景としてもみじのイラストをそこから活用させていただいたというようなことでございました。それからそれ以外のイラストを使ったのかということについては、それ以前は使ったことはないということでございます。それから、確かに有料であることが分からなかったのかと明記されていたということについては、後からこれをクリックの仕方によっては右クリック左クリックによっては一回ダウンロードをして、その時にホームページの中でそういった使用料とか出てくるわけなんですが、右クリックをしてしまうとただの画像だけしか出てこないという例があります。こういったところでまず確認を怠ったというのが原因かと思います。なお、料金の関係でございます。料金のことについては、これは後の方から料金表を見させていただきましたが、まず印刷した枚数にかかわらず1枚についてはモノクロ版について2万円ということです。それからウェブサイトに掲載した料金6万円と、それからこういった静止画画像については多分の話で申し訳ありませんが、電子透かしのトラッキングというのが入っておりまして、そういったようなことの調査費が3万円ということで、消費税を含めて11万6400円ということで監査報告の通りでございます。それから、弁護士費用の関係と、それが何だっけ、今後の対応については、担当部の方に譲りたいと思います。議長。総務部長。それでは私からは2点、ご答弁させていただきます。まず今回の事案にかかる弁護士費用についてでございますが、3回相談をしてございます。で1回につきまして5400円でございますので、計1万6200円の支払いとなってございます。それからもう1点、ヒューマンエラーだろうと、これ今後対応していくべき、今後どうやって対応していくのかということでございます。これにつきましては今後の再発防止策をしっかりと取っていかなければならないと思ってございます。今回の事案でございますが、インターネット上の著作物にかかる著作権についての知識認識が不十分であり、その確認を怠ったため生じたものと考えております。そのため職員に対しまして、インターネット上の著作物の取り扱いにかかる知識認識をしっかりと持たせる対応をしてまいりたいというふうに考えてございます。でこれまでにおきましても、今般の事案が確認された後、庁内情報を持ちまして、インターネット上の著作物の取り扱いについて注意喚起をさせていただきました。また監査委員から指導をいただいた後には、改めて文書による注意喚起を行ってきたところであります。で今後ということになるわけでございますが、今後は新入職員ですとか各課に IT リーダーというものを配置しております。これらに対しまして情報セキュリティ研修を行っております。さらには新任管理職研修、こういったものにおきまして著作物の取り扱いについて研修を行ってまいりたいというふうに考えてございます。さらに加えてですが、
全職員を対象に毎年行っておりますのが、情報セキュリティ理解度チェックというのを行ってございます。ここにおきまして、今回の事例をですね、教訓として紹介とするなど、注意喚起を継続して行いまして、再発防止に努めてまいるという考えでございます。以上でございます。安倍水政議員。インターネット、スマホを利用したトラブルは、公務員庁舎だけにかかわらず、国民とか市民一般に広く起きております。そういう意味では、このヒューマンエラーというのは、つきものではありますけれども、できればね、事前に教育を徹底して、二度とって言ったってね、私の発言と同じように、二度とって言いながら、時々エラーしますけれども、それはやむを得ないとは思いますけれども、なるべくね、やらないような努力が必要だと。で、総務部長の今の答弁を了としたいと思いますが、あと最後にですね、この116,400円と16,200円はどこから出すんですかということを聞いて、その質問は終わります。企画政策部長。この内容につきましては、今回の情報誌発行の使用料、情報誌発行の需要費の方から流用させていただきまして、使用料として支払わさせていただいたところです。使用料賃借料だな。14節の使用料及び賃借料として支払わさせていただいたところです。安倍光政議員。2問目に入ります。弁護士費用、はい、総務部長。弁護士費用の支払いにつきましては、二貫総務費の一般管理費の行政管理費の方から、報奨費として支払ってございます。以上でございます。はい、安倍光政議員。続きまして報告第4号監査の結果報告について、第47回衆議院議員選挙の事務執行の適正化について、この内容をお示しください。選挙管理委員会参事権事務局長。はい、こちらの投票用紙の交付誤りにつきましては、昨年の12月7日、境町第二庁舎期日前投票所に来場した選挙人2名の方に対しまして、小選挙区選挙の投票終了後、比例代表選挙の投票用紙を交付すべきところを誤って小選挙区選挙の投票用紙を手渡し、投票が無効となったものでございます。安倍光政議員。今の話で言うと、栄町の庁舎ですね、起きたところはね。で、なぜこうした事態が発生したのは、今、話を聞きました。問題は、一般の投票所ではなく、選管が直接監視している場所で、選管の職員の事務の中で起こったということになるわけですね。これ、結構重大な問題として捉えるべきじゃないかというふうに思うんですが、いかがですか。選挙管理委員会事務局長。はい、今回の投票用紙の交付誤りにつきましては、チェック体制の不備によるものというふうに認識しております。今ご指摘のとおり、選挙管理委員が、所管する場所でもありますので、選挙事務に従事する職員臨時職員のすべてにおいて手順書の内容に加え、一つ一つの手順の持つ意味を深く理解した上で事務に当たるよう研修の充実に努めているところでございます。安倍光政議員。実はですね、同じミスが15年前の平成10年の参議院選でも起きてるんですね。この時は24票が無効票になりました。で、この時の投票事務は臨時職員がしたのでという話で逃げを図ったんですけれども、
これに対して公明党の赤崎議員が厳しい追及をしまして、当時の選管委員長、木村則夫氏なんですか、徳夫氏が職を辞しております。重要な事態に発展したわけですね。この事態と今度の事態というのは、ある意味で極めて酷似しております。これについて、選管の委員長はどのように捉えているのか、お聞きしたいと思います。選挙管理委員会委員長。大変申し訳ないことをしたと、重々反省しております。また事務に携わる職員等ともよく研修を重ねながら、二度と同じことの異なるように十分注意していきたいというふうに思っております。安倍光政議員。こんなことは私は言いたくないけれども、やっぱり同じ体制の中で二度起きたら、やっぱり前例に従ってもらうしかないのかなというふうにも思います。ところでですね、ヒューマンエラーというのは確かに起きるんですよね。起きますけれども、それでいいのかという話になってくると、私はずっと前から一つの提案をしているわけですが、ここから提案になるかもしれませんが、やっぱりね、素人がやろうと、職員がやろうと、アルバイトがやろうと、エラーが起きるということがここで証明されたわけですね。ところが全国では2、3箇所のエラーがあるのは実は電子投票なんですよ。それをもって電子投票制度は入れないということをずっと言ってきたわけだけど、人間もやってもこうやって大きなエラーがあるじゃないかと。それで電子投票をやればね、まずいい点は迅速で正確な数字がバンと一緒に出ると。ほんで暗分票なんていうのはないから、だいたい8時に締め切られれば8時半とか9時前には全部結果が出るわけですけれども、そういう方向に今度のことが向いてくれるならばね、これは大いに結構だというふうに思っているんですけれども、ただ国の選管と県の選管では電子投票制度を導入するということを認めていないということなんですね。国の選挙と県の選挙、だから市の選挙だけではやっても構わないんだけども、それと経費がかさむんではないのかというのが今までの選管の見解だったんですけれども、このようにヒューマンエラーが重なると、そのことも検討はしなくていいのかというふうに私は思うんですけれども、これは質問になりませんけれどもね、ちょっと議題から離れちゃったんで申し訳ないけれども、これを検討に入れてくださいということに指摘にとどめておきます。3番目の問題いきます。報告第8号平成26年度会津若松市一般会計事項繰越計算書について、第8巻土木費第2項道路橋梁費、舗装及び改良事業について、この内容を示してください。建設部長。お答えを申し上げます。今回の繰り越しにつきましては、指導管1-6号線道路整備事業に係る JR 東日本株式会社に対する負担金でございまして、平成26年において、踏切部の本体に係る、工事については完了いたしましたけれども、仮設歩道の撤去と分岐ポイントの移設工事が完了に至らなかったことから、これに係る負担金4,063万9,325円について自己繰り越しとなったものでございます。以上でございます。安倍光政議員。この工事の目的は何なのか、なぜ今この工事を始めたのか、そのことについて教えてください。建設部長。この工事の目的でございますが、JR 若松駅の南側、踏切部が接続する道路が狭隘なため、車両のすれ違いに支障をきたして、朝夕の時間帯には一方通行の時間規制があり、通常時も交通混雑が見受けられるということから、道路利用者の安全性や利便性を確保するため、踏切の拡幅工事を実施したところでございます。安倍光政議員。つまり、一の線路によって分断されている東大の交通をスムーズに行うという目的ですよね。はい、分かりました。とすると、この路線の始点と終点は一体どこになるんですか。
この部分改良で、全部この西と東がスムーズに通行できるのかどうか、その辺の見解をお示してください。建設部長。今回の工事にかかる、交通のスムーズさとかそういうのが、担保できるのかということでございますが、確かに今回の踏切の工事におきまして、我々の調査した結果にもよりますと、やはり交通量が増えているということが数値的にも表れているということでございますので、そういったことで今後交通量が増えて、いくということでございますので、そういったところでこれからその道路の安全性等を含めて考えていかなければいけないところも出てくるというふうには認識しております。以上です。安倍光政議員。今の論議を踏まえますと、踏切の改良は必要条件であっても十分条件ではないと、こういうことになると思います。そうだとすると、この踏切の改良を生かすためには、先に聞いた支点と終点部分、この部分の改良も一体的に行うということが、この踏切工事の改良に役立つということになると思いますが、そういうふうに考えてよろしいですか。安倍光政議員、この案件は報告案件でございます。内容の議事を問うという範囲を超えて、事業のあり方そのものにを正すということであれば、一般質問等でですね、お願いをいたします。報告案件に対する質疑であることを踏まえて、整理して再度質問をしてください。質疑をしてください。安倍光政議員。答弁しないのどうもかな。このですね、静岡1の6号線の部分なんですよ、踏切の部分ということですから、1の6号線についても必要十分条件を満たすためにはどうするんだと。だから踏切はその中の一箇所だということで私は聞いているわけです。でこれを生かすも殺すもね、無断するも無断しないも、やっぱりそれに延長する1の6号線、間1の6号線そのものがね、きちっと整備されなければいけないんじゃないかという持論を持っております。でこの実はですね、この東西の交流については、昔から何本かしら計画がありました。一番大きな前の計画は、都市計画街路、これが4本の陸橋を架けるということなんですね。で、一番かかったのが西会津の陸橋が1本かかりました。それから七日町、生前、それから扇町。ここに陸橋がかかる計画があったんですけど、これを断念して行きの線路の踏切の改良でとどめると、こういうことになったから今になったんですよ。この時間的経過を無視してはね、この問題は語れないんだと私は思っています。でそういう中でやってますから、これは行き西地区の方々とか荒下の方々、高田市の方々に迷惑をかけてきたんだということではあるんです。で同時にですね、これをさっきの関の1の6号線をきちっと整備するためにはですね、駅弁線を交番のあるところ、それから市の公園のあるところからまっすぐに踏切に入れると、それから北町の交差点、これに右折レーンがないんですね。そのために交通量が増えてくると、ますますあそこの交差点も渋滞して、今でもだいたい2回待ちから3回待ちなんですけれども、右折レーンを作れば、これは解消するというふうな形にもなりますから、ぜひこの1の6号線全体を見通して、今度の改良事業があるんだというふうに捉えてもらえば、この問題については、一定の建設部のね、方針があってしかるべきかなと思うんですが、いかがでしょうか。先ほども申し上げましたが、この案件報告第8号は、繰越計算書についてということでございますが、事業そのものについてでなくですね、これについて整理して質問をしてください。はい、安倍光政議員。分かりました。それでは今言ったことを指摘にとどめて、私の質問を終わります。以上で質疑を打ち切りたいと思いますが、ご異議ありませんか。満場、ご異議ないものと認め、質疑を打ち切ります。